こんにちは、タコです。ということで本日はね、スラスクタイム来たので、ショート化の解説やっていきたいと思います。さあ、はじめに、どうするかな。最初のフリッパーね、使ってね、ショート化していくんですけど、はじめは、バージョンでいくか。レーザーショート化使ってみましょう。ここですね。ここのレーザーは、勢いよくね、端の、むずいな。仕様変わった。あ、飛ぶね。飛んでショート化しますね。で、ここがむずいんだよね。一番。フニボーショートか。レーザーの力借りて、ここでピョモン、むずい。結構、浅く踏まなきゃいけないからな。ここ、深いと、上に当たっちゃうんだよね。ナイス。こんな感じで。そんなことある？そんなことあるんすか。まあ、結構、上のブランコに当たると、事故るんで、結構運ゲーになっちゃうんだけど。まあ、最悪こっちでもいいよねって感じで。まあ、先頭走れてたら全然いいんだけど、自己ベスト出すんだったら、その、一個下のフニボを使うと早いっすね。ここむずいんだけど。で、ここもプニボー使って、今の環境、プニボーが強いんですよね。で、ここをしっかり使って、最後フリッパー弾かれる瞬間にジャンプすれば、これができる。これが早い。はい、2ラウンド目ですね。4人しかいないけど、レーザーのとこね、風だったんで、プニボーパターンで行ってみたいと思います。ここですね。ここプニボー使って、そんな戻される？よいしょ。下手か？ちょっと待ってね。下手すぎるんだが。手前のところ使うと簡単にこんな感じでいける。ちょっと久々すぎて。下手やな。で、次は成功させたい。この場所。ここできるとほんと早いんよ。オッケー、完璧っすねーって思ったら、憎たらしいな、ブランコ。ちょっとここ完璧にしたいな、今回のスラスクタイムで。もう、沼り散らかしてるところをお送りするのはちょっと心苦しいんですが。まあ練習の一環としてね、やってこう。ちょっとすごいところ飛んでったけど、諦めます。一発で成功するところをお見せしたかったんだけど、ここはね、なぜかいけるんだよ。やっぱレーザーに登って着地して、で、プニボーに行くっていう過程がすごく難しいよね。ここも二つだったら、ちょっと下手だったわ。まあ、先頭走ってればね、普通にいても全然早いと思うんですけど、で最後フリッパー、使いたいっすね。ここね、弾かれる瞬間にジャンプ。こんな感じ。はい、ファイナル、ロールオフですね。おそらくね、スラスクも、ファイナルはランダムで、スラスクファイナルをやる条件としては16人以上ではないと、おそらく出ないと思う。で、だいたい15人以下だと、他のランダムで、通常のファイナルが出るんかな。さあ、壁増し、大穴パターン。壁抜けしたいな、壁増しの。ただ、ギリジャンができなくなったということで、意外と、難しい。もうちょっと早くなったタイミングで、壁増し、壁5枚パターンを、抜けていきたいと思います。いや、残り3人か。まあ掴むよね。フォールガイズスタッツがね、そういえば PC 版の方は使えるんですけど、それがアップデートで使えなくなっちゃったから、時間がわからん。次の
3週目かな、3週目からやろう。できるかな、久々すぎる。最近低重力のしか来なかったから。まあなんとかなるか。ギリじゃん。そんなにギリギリでジャンプしないもんね、壁増しは。楽しいね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ楽しいけど、むずすぎる。終わっちゃった。早すぎないよな。もうちょっとやらせてくれ。さあ、もう一戦やっていきたいと思います。スムーズにいきたいね。ブランコショットがあるけど、なんかプニボーを、すんなりいけた方が、早いんじゃないかとまで思えてきてる。踏んで、踏んで、こっちの方が早くない？でも、ブランコ完璧にいけた方が早いか。ただブランコむずいんだよね、最近。で、ここ一発でいきたいね。いいんじゃないですか。オッケー。ダイビングの、ダイビングじゃないわ。ダイブのタイミングも完璧よ。最近の滑舌がマジで終わってる。さあ、ここのフリッパーも一発でいきたいね。浅く当たりすぎた。よいしょ。早いんじゃない？さあ、2ラウンド目ですね。風があるんで、プニボを使いたいね、最初。ジャンプで入って、しかジャンプダイブで。ここもな、最速で、もっと早く詰めればいけるんか。最初の1巡目で。で、プニボ、プニボ。プニボはね、踏む瞬間に、ジャンプ入力します。そうすると、大ジャンプできる。ここも一発でいきたいな。ほい。あ、いいっすね。で、上がった瞬間にダイブ入れないと、ブランコに引かれるんで、そこ気をつけたい。ジャンプ、ジャンプ。結構極まってきたんじゃない？ 2 回目は。いいっすね。勘を取り戻してきた。まあ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 、いいんじゃないですか。はい、ファイナル。クラマーですね。フリッパーか。最近フリッパー跳ねなくなったから、ハンマー加速からのフリッパーじゃないと安定しない気がする。あ、状況によってやな。さあ、やっていきまーす。さあ、ボール気をつけて。カラスくんが早いね。しっかりカメラ視点は上にして、ボールを避けましょう。タチが悪いな。これはひどい。これはひどい。終わりだよ。